こんにちは。薬剤師のゆうです。今回は食べ合わせ、飲み合わせについて薬と食べ物の危険な相互作用について紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速本題に入っていきます。今回紹介する薬と危険な相互作用を起こす食べ物は5種類です。他にも薬と相互作用を起こす食べ物はありますが、今回は 5つに絞って紹介していきます。まず1つ目は、グレープフルーツジュース。次は、牛乳、ヨーグルト、アルコール、納豆、クロレラ、青汁、チーズ、この5種類です。それではもう少し具体的に見ていきたいと思います。まず、グレープフルーツジュースと危険な相互作用を起こす薬剤について見ていきます。 一つ目は、高血圧治療薬で、その中のカルシウム拮抗薬に分類される薬剤です。具体的には、カルブロック、アゼルニジピン、アテレック、シルニジピン、アダラート、ニフィジピンなどがあります。次は、一部の施設異常症治療薬です。リピトール、アトルバスタチン、リポバス、シンバスタチンがあります。最後は、一部の催眠鎮静薬です。 カルシオン、トリアゾラムが挙げられます。それでは、グレープフルーツジュースがどうして危険なのか、その理由について見ていきたいと思います。グレープフルーツジュースは、小腸粘膜にある酵素、CIP3A4 の働きを抑えてしまいます。この酵素は、薬が小腸から吸収されるときに、その一部を分解する作用を持ちます。 グレープフルーツジュースによって、酵素の働きが抑えられ、症状から薬が吸収されるときに、薬が分解されず、普段より薬の作用が強く出てしまいます。その結果、薬が効きすぎることにより、副作用が出てしまいます。例えば、血圧の薬が効きすぎると、血圧が下がりすぎて、ふらつくなどの危険性があります。 次は、牛乳、ヨーグルトと薬の危険な相互作用について見ていきます。まず一つ目は、抗菌薬です。その中でも、セフェム系、乳キノロン系、テトラサイクリン系のものと危険な相互作用を引き起こします。具体的に言うと、ケフレックス、セファレキシン、ケフラール、セファクロル、バクシダール、ノルフロキサシン、クラビット、デモフロキサシン、 ミノマイシン、ミノサイクリン、ビブラマイシン、ドキシサイクリンなどが挙げられます。次は市販の便秘薬です。ピザコジルを含むコーラックがこれに該当します。牛乳、ヨーグルトが危険な理由について見ていきます。まず、抗菌薬が良くない理由として、牛乳やヨーグルトに含まれる カルシウムが抗菌薬とくっついて抗菌薬の働きを低下させてしまいます。要するに飲んだ薬が効かなくなってしまうということです。次は市販の便秘薬が良くない理由です。腸で溶けるように作られているものが牛乳やヨーグルトによって胃の中がアルカリ性、つまり腸に近い環境になり胃で薬が溶けて 分解されてしまいます。こちらも同様に飲んだ薬が効かなくなってしまうことが起きてしまいます。ちなみに薬の服用タイミングを2時間程度あげると問題ありません。次はアルコールです。アルコールを飲むと少なからず多くの薬との相互作用を引き起こしますが、その中でも 危険な三つの組み合わせについて紹介します。まず一つ目は、催眠鎮静薬です。ハルシオン、トリアゾラム、レンドルミン、プロチゾラム、ルネスタ、エスドピクロン、マイスリー、ゾルピデムなどが挙げられます。次は、抗ヒスタミン薬です。ザイザル、レボセチリジン、タリオン、レボタスチン、レスタミン、ジフェンヒドラミン、 などが挙げられます。最後は、ゲネ熱鎮痛薬です。その中でも、カロナール、アスタミノフェンは、危険な相互作用を引き起こしやすいです。それでは、アルコールが危険な理由について見ていきます。まず、催眠鎮静薬、抗ヒスタミン薬が良くない理由として、アルコールにより、脳の働きが抑制され、 眠気や精神運動機能の低下といった副作用が強く現れる可能性が高くなります。次に、ゲネチチン通薬、特にカロナールが良くない理由について見ていきます。アルコールとカロナール、どちらも肝臓で分解されるため、肝臓に負担がかかり、最悪の場合、肝臓に障害を起こしてしまいます。次は、納豆、 クロレラ、青汁との危険な相互作用を起こす薬について見ていきます。それは、抗血栓薬、血液をサラサラにする薬のワルファリンです。納豆、クロレラ、青汁が危険な理由として、これらの食品に共通して多く含まれる成分、ビタミン K が挙げられます。ワルファリンは、体の中のビタミン K の量を減らすことで、 血液をサラサラにする作用を示します。しかし、ワルファリンにより体の中のビタミン K の量を減らしても、ビタミン K を多く摂取してしまうと、ワルファリンを飲む意味が薄れてしまいます。最後は、チーズと薬の危険な相互作用について見ていきます。まず一つ目は、生産剤のタガメットシメチジンです。 抗鬱薬、野尿症治療薬のトフラニール、イミプラミン、抗結核薬のイスコチン、イソニアジド、この3種類の薬が挙げられます。チーズが危険な理由について見ていきます。先ほどの3種類の薬には、チラミンの分解を遅らせる作用があります。薬が、 チーズに大量に含まれているチラミンの分解を遅らせるため、チラミン中毒になる恐れがあります。チラミン中毒になると、顔が赤くなる、頭痛、急激な血圧上昇を引き起こします。ちなみに、他にチラミンが多く含まれる食品として、ニシンやタラコが知られています。それでは、 気をつけておくべき薬と危険な相互作用を起こす食べ物と薬の組み合わせのまとめです。グレープフルーツジュースは高血圧治療薬のカルシウム拮抗薬、一部の脂質異常症治療薬、催眠鎮静薬。牛乳、ヨーグルトは抗菌薬、市販の便秘薬。アルコールは催眠鎮静薬、 抗ヒスタミン薬、ゲネチン通薬のカロナール。納豆、クロレラ、青汁は、抗血栓薬のワルファリン。チーズは、一部の生産剤、抗鬱薬、矢尿症治療薬、抗血核薬です。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったと思われた方は、 高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは失礼します。